ちは。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん入ってください。お疲れ様です。お願いします。ちょうど終わったばっかりの、はい、反省会終わり、反省会も終わりね。はい。ちなみになんかちょっと皆さんいらっしゃる中で、あれって思う人いませんか？今来ました。早く家出ろって言われて今来ました。川原さんが今回の撮影のポイントです。わかりますか？お酒とか起きたばっかりなんですけど。ちなみにもう一方ポイントある方います。青山さんです。えあんた何をやらかしたんだ。青山さんと川原さんが今回の撮影のポイントになります。サウナ直後のビール飲み選手権。あれ何万回再生目指してましたっけ、川原さん。20万ですよね、はい、それを達成しなかったら青山さんどうなるんですか。連帯責任で罰ゲームですよね。再生いかなかったので、今日は罰ゲームを実行させていただきます。関係ないって、まあ、大きく言えばゼロイチファミリーの連帯責任。そうですよ、なので、連帯責任で罰ゲームをしていただきます。申し訳ない。今から事務所辞めたら間に合いますか。今から辞めたら間に合いますか。ただ聞いてください、ちょっと逃げ道も作っております。罰ゲームを受けるかどうかは完全に二択で、罰ゲームを選んじゃうか、セーフのを選んじゃうかみたいなことで、わかんないってこと。わかんないやつ、わかんないやつ選んで、セーフを引けば罰ゲーム受けなくていいんです。運ってことですか。完全運です。うわ、運のいい人は罰ゲーム受けなくていいんです。なるほど。そうだよ、そうだよ、今年いいこと一個もないんですけど、ね、そうだ、お店の排水管壊れて、あー、そうだ。水浸しとか、竹なんで、今年厄年なんで。あ、自信ある。林さんもそういう見たこと。私結構運はいい方なんです。そんな気がします。本当に運いいんですよ。本当にいいのよ。あ、どうですか。クイズとかではないんですか。違います、完全運の見たこと。なんですか、クイズだった自信があった。クイズだった自信あったんです。そうなんですね。メガネ今日見たのかな。頭がやつ。挑戦していただくでいいですか。しなきゃいけない。皆さんも本当にお願いします。本当にやりましょう、やりましょう。せっかくなんで、じゃあ青山さん元気よくタイトルコールをお願いします。私また看病出しますので。わかりました。いきますね、こちらです、はい、どうぞ。罰ゲームは50-50、茶碗蒸しか茶碗に蒸しか。やだ、今から皆さんに全く同じ容器の、この容器出てきましたが、一つは寿司三昧の激うま茶碗蒸しが入ってます。そしてもう一つは茶碗蒸しならぬ茶碗に虫が入っております。どうしたんですか、マルコさん。私、虫とお化けはやらないでって事務所に入るときに言ったんですよ。3年前ぐらいに。本当にだから今これをこう開けて外に出たんですよ。でも茶碗蒸し当てればいいんですよ。そうですね。そうなんですよね、正解すればいいんですよ。そうですね、正解すればいいよ、はい、誰からいきましょうか。一番運の持ち主の林さんからいきます。マジでめっちゃ怖いよ、まあ、でも最初に運試しした。写真じゃやります。なんて言いました。最初にじゃあやります。やりますか、はい、もうこれは肉がある状態です。はい、ちょっと入れ替えたいなと思ってるので、皆さんじゃあ一旦後ろを向いてもらっていいですか。わー、待って、やだ。今こういうの、あ、なるほどね。あ、美味しそうな茶碗蒸しと。そうですね、茶碗に蒸しですね。なるほど。鳥肌なんだけど、はい、ではこちら向いていただいて大丈夫です。うわ、心臓。じゃあ林さん座ってください。うわー、だから行くのか、席が匂いが大丈夫なんですか。これもちろん形状確認はしないと。形状確認は、ね、形状確認とか、この見た目だけで何か。うわ、もう絶対わかんないもんね。運だもんね、これは。全然です。決まりました。決まりました。え、早っ。すごい早いな。いいから決まってます。決まってます。いいんですか。いいです。じゃあ行きます、林さん。はい、行きます。茶碗蒸しか茶碗に蒸しか、蓋を開けてください。どうぞ。やったー。すごい、すごい、すごい、やったー。いいスタートだよ。いいスタートだよ。すごい、すごい、マジで怖かった。めちゃん、すげー、すごい、さすが。
後ろに違うから茶碗に虫虫虫え、もうバッチリ美味しいありがとうございますなるほどなるほど、マジで OK です。めっちゃ緊張するからね、心臓バクバクするわ。私虫触れないんですよ本当にやばいです。嫌いそう虫、マジで嫌いです。やばいやばい、虫虫虫虫。でも2択に勝てば大丈夫。そうだよ、そうですね。めちゃくちゃだな。すごい、頑張れ。もう決めました。いや、あ、決めました。決めましたか。いいですか。じゃあいきますよ。茶碗虫か茶碗に虫か、蓋を開けてください。どうぞ。嫌いそうだもんね。なんかわかんないですけど、胸の内側がすごいゾ
ぞ。森田さんが褒めてくれると信じて説明せよ。はい、はい、お願いします。お願いします。あるある、食用ある。はい、OK でございます。あ、よかった。ナンビいけるよ。いけるいける、大丈夫、いけるいける、大丈夫大丈夫。自分を信じて。いや、シャツしたけど、いける。だって急にエロいやん。なんかさ、色気さっきね、なんかね、やめようとしてる。どっちがどっちとかありました？林さんもこっち、左選んで。そうですね、大丈夫。アンサーさん左選んだアウト、左選んでハウト。全員私も左選びましたよ。全員左を選んでます。みんなの気に入って惑わさないと思ったかなと思っただけなんですよ。直感でしかいけない。そうですね、はい、決まりましたね。では、真島さんの挑戦です。茶碗蒸しか、茶碗に蒸しか、蓋を開けてください。どうぞ。
ゃくちゃ水飲んでます。めちゃめちゃ水飲んでます。おお。すごいですよ。誰が食べ始めたんですか。そしたら、ここからここで何で食べようと思ったんだろうな。バスミルもこれで無事終了でございます。ありがとうございます。もう二度と食べたくない。2回目だもんね、しかもね。この後こういうことやってみたい。めっちゃうまい。わかりました。これが言ってた人です。